こんにちは、札幌占い美容室灰山菓子の後藤です。今回動画なんですが、こちらの商品が出ました。こちらですね、ヘナジェル、プラスとヘナウォーターマイナス、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、こちらが出ました。はい、でこれどういうものかと言いますと、北海道産に非常にこだわっており、黒松内の北海道に黒松内って場所があるんですけど、黒松内のお水使って、あと白樺だったりですね、あとは北海道の、馬由来のプラセンタ、それからビートですね、そういうのを使ったりとかして作ってます。で香りは北見の発火イメージして、あとは、フラノのラベンダーですね、そちらをイメージして作りました。で、基本的にヘナが使われております。でヘナが入って、あとは、オーガニックと化学の融合っていうのが今回新しく僕が考えたこのトリートメントなんですけれども、どういうことかというと、ヘナという天然のもの、インドの、薬草みたいなものなんですけど、そのヘナのトリートメントというのが長く効果が続くんで、そのヘナとあとは、この化学っていうのがですね、イオンコンプレックスっていうのが、検索していただくと分かると思うんですが、磁石のプラス磁石のね S と N をくっつくような感じですよ、簡単に言うと。ちょっと分かりづらいかもしれないですけどね。それで綺麗に表面にこう上品な皮膜を張ってくれるようなものだと思ってください。保護してくれるようなものだと思ってください。で、それをねちょっと詳しく説明しますと、これかなり例えなんですが、今こちらのモデルさん、ちょっとこれでつけて乾かしたんですね。で結構サラサラの感じじゃないですか。このように感じで、ちょっとつけて乾かしてみました。そうすると毛先にこうつけたりとかして、乾かすとこんだけサラサラのツルツルの感じになるんですけど、髪の毛ってダメージ毛っていうのは、ちょっとこれでタオルで説明しますね。これ実際の髪の状態とは全然違う説明にはなると思うんですけど、例えあくまでも例えですね。で髪の毛がこう入ってたとしたら、ダメージ毛ってなんかこんな感じでドヨンとしてるんですよ。でヘナをするとどうなるかというと、これをつけるとボリュームも出たり腰が出たり張り腰出たりするんですよね。このヘナウォーターとヘナジェル使うことによって腰が非常に出ます。でそれはやっぱヘナが一つ影響してるんですが、髪の毛がキュッとこう修練といってちょっと締まります、ヘナによって。でどうなるかっていうと、こういう風にキュッと締まってくるんですよ。ということはこれ見てわかるように腰がこう出ます。なので、毛先の方もこう癖が収まるような感じで癖毛用に作ってるんですけども、癖がまず収まるっていうのと、あと例えばショートの方だったりとかトップが潰れやすい人とかはボリュームが間違いなく出ます。これ使っていただくと本当にすごいぐらいボリュームが出ます。で、このような感じで腰が出ますよね。でこれを維持するためにイオンコンプレックスっていうのがあって、このプラスとマイナスをつけることによって、この表面に非常に上品な保護っていうかな、フィルムみたいな薄く貼ってくれるんですね。でこれを継続できるという感じで、考えております。で実際の毛髪とこの構造は違うんです、タオルとは違うんですけど、大体のイメージはこうヘナでまず修練といってこうキュッと閉じますね、閉じるというかこう締めます。そして表面に、まずウォーターを全体につけますね。ウォーターはマイナスです。でウォーターをつけた上から最後にジェルをつけていきます。でそうすることによってウォーターのマイナスと、ジェルのプラスが合体してくれるんですね。でこの状態がこうキープしてくれるということですね。
ていうような構造なので、オーガニックと化学の融合するトリートメントっていうので新しく、まあ、共同開発っていうような形で、まあ、手伝わさせていただいてるんですけれども、一応ですね今うちのお店でネット販売とかまだあまりしてなくて、手売りであともうちょっと、なくなりそうなぐらい結構売れてます。なんで、まあ、次にまた今回小ロットだったんで、結構すぐなくなっちゃいそうな感じなんですけど、次はちょっと多めに取ろうかなと思ってるんで、まあ、これから少しずつホームページ作ったりとか、いろいろやっていこうかなと思ってるんで、まあ、皆さん気になったら、ぜひ使ってみてください。絶対ボリュームが出るのと、あと癖もちょっと使っていくと収まっていきますっていうような感じで、このような感じでサラサラになりますね。どうでしょうか、こうちょっと回ってもらってこの辺でいいですね、はい、このような感じでサラッと回ってきます、はい、収まるんで、癖毛の方は使っていただいて、上からドライヤーかけていただくと少しこういう風に綺麗になりますので、ぜひちょっとお試しください。